2024年10月に佐賀で開催される国民スポーツ大会で活躍が期待される龍谷高校の1年生。剣道競技少年女子で県勢悲願の初優勝を狙います。これまで数々の栄冠を手にしてきた龍谷高校剣道部です。ご覧のように剣道場には多くの賞状が飾られています。部員の中には再来年の国スポに向けて活躍が期待されている選手がいます。変なスピードだけは一番強いと思ってます。抜けるまでの移動を早くしようって意識してます。龍谷高校剣道部の1年生小川奈々さん、剣道を始めたのは3歳でした。小学6年生の時には団体の選手として出場した全国大会で優勝。現在は2024年に佐賀県で開催される国民スポーツ大会国スポに向けた県の強化指定選手8人に選ばれています。話しやすい感じです。普段の時はすごい明るいんですけど、剣道の時はすごい真面目に構えを崩さないことが一番すごいなって自分は思います。自分も学べるし、そこら辺はすごいいい刺激ですね。小川さんが得意とするのは面。これまでの試合でもここぞという時には面で一本を取ってきました。構えてる時の軸をぶらさずにそのまま面を打つ。小川さんの特徴は構えの美しさと面を打って斬新と呼ばれる打ち終わりまで体勢が崩れないこと。指導する西村圭志郎監督は体の軸の強さを高く評価します。体がぶれない、体がぶれてしまうとその分やっぱり、打ち出しの最初の動作だとか相手から崩されてから技を出せばそれは相手に読まれている技になるので。県勢の少年女子は2014年の長崎国体でのベスト4が最高。再来年の国スポではそれ以上の成績を目指します。監督も認める体の軸の強さ。その秘密は学校での稽古から帰った後自宅での自主トレです。まずは小学3年生から続けているランニング。5キロほど、およそ50分走ります。さらにタイヤ打ちは1日500回。一振り一振り大きく振りかぶり強く打つことを心がけています。手首使って強く打つこと、力強く打つことができる。この春から高校生になった小川さん。今後全国の舞台で勝ち抜くためには得意とする面をより活かせる試合の組み立てがポイントになります。そこで今、面以外の攻撃の精度を上げて技の引き出しを増やす稽古をしています。この日は試合形式で土井主将と対戦しました。手前の小川さんは小手を狙いに行きますが面を打たれ一本奪われます。いろんな仕掛け方、相手の崩し方、そういったことの引き出しが増えれば、彼女の得意技である面っていうのが、さらに生きてくるかなと。小川さんは付属の龍谷中学校に通っていましたが、同学年の剣道部員は小川さん一人でした。それがこの春からは同学年のライバル、大和中学校出身の奈良橋優奈さんがチームメートになります。
小川さんと奈良橋さんは小学校と中学校でもしのぎを削ってきました。小川さんにとってはこのライバルの存在がさらなる発奮材料になっています。一緒に剣道ができることがまず嬉しいわけだから、彼女よりも努力しないといけないなと思います。コケスポまで2年半余り、県勢の少年女子悲願の初優勝に向けて切磋琢磨が続きます。佐賀の強い人たちが集まって一緒に剣道もできるので、力を合わせて優勝したいなと思います。